こんにちは、ヒロくん TV です。クルードラゴンに乗った星出宇宙飛行士が地上約400キロ上空の ISS にドッキングし、半年間 ISS で任務にあたる野口飛行士と合流しました。雨雲レーダーで雲のないとこを探し、自宅から約90キロ離れた場所まで深夜のドライブです。国際宇宙ステーション ISS と天の川プラス外座流星群が撮れればいいなと思って、この場所に今日は来ました。月明かりに照らされた花栗茶園と遠くに中津の町が見えます。国際宇宙ステーションは南南西の方角から今日は現れます。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。